こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい。はい、何笑ってる？なんかしらこう見ててさ、なんか服がなんか変だったりいつも。で、またさ、カメラ回すと気になるんですよ、俺のことが。そう、見えちゃう、ちょうど。今日は大丈夫。残念。今日はあのね、明日からおうちバチのセット発送させていただきます。はい。で、まだまだ在庫たくさんございますので、ぜひぜひ。初めて寄せ植えされる方でも、すごくやりやすいセットになっているので、うん、一応この何かの鉢のセットって、寄せ植えキットみたいな感じで販売させていただいてます、はい、で、初心者さんでも寄せ植えが手軽に楽しめるような感じでね、うん、やらせていただいてます。でもさ、通常だとさ、あ、この鉢かわいいって鉢を選んで土を用意して、うん、苗を1個ずつなんかいいのを選んでとかってしなくちゃだけど、うん、それがまあ要はセットになってるっていう、パッケージ化されてるっていうね。そう、だからもうあれもこれも、あ、これ買い忘れちゃったっていうことがないようなセットになってます、うん、それさえあればできると、うん、そう、ただピンセットとヨードだけは、うん、自分で用意していただけると、うん、でヨードは、うん、トロピカルガーデンで1リットル600円で販売してるので、うん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 、それを使っていただければ綺麗に寄せ植えができます。はい、はい、おうち鉢のセットはね、一緒にヨードも同梱できるので、うん、ぜひぜひご利用ください。はい、で、一応おうちバチこんな感じです、うん、前にも見せさせて、見ご紹介そうそうそう、ご紹介させていただいたんだけど、こんな感じでめちゃくちゃ可愛いんでございますよ。これなんかさ、一緒に並んでたらめっちゃ可愛いだろうね。可愛い、なんかちょっとヨーロピアンな感じなんだよな、うん、なんかすごく好き、自分で、うん、で、今散歩とかしてると、うん、花、桜が咲いてて、菜の花が咲いてて、桃の花が咲いてて、あとあれだ、大犬のふぐり、青い花のやつ、あれが咲いてて、赤、青、緑に黄色、ピンク、赤、うん、違う、ピンク、黄色、緑、青が全部揃ってるんだよ、外のね、景色に、うんうん、で、それを揃ってるのを見ると、あ、おうち鉢だって思うんだよね。この優しい色の感じ、すごくパステルカラー、春カラーですごく可愛い鉢です、うん、鉢底にもね、穴が開いてて、モルタル製なのですごく重みがあってしっかりしてます。水はけはどうなんかね。水はけはいいね、普通にね、モルタルね。素焼きほどではない、なんか一応こう、そうだよね、塗装してるからね、うん、多少は、うん、でもプラバチとかよりははけがいい感じかね。全然、うん、はけがいいと思う、通気性もいいと思います、うん、ね、とても可愛い鉢なので、ただね、ちょっとね、こうやっぱり一つ一つ手塗りのものなので、うん、若干こう塗り底根があったりとかするんだけど、それはそれでちょっとジャンクな感じで可愛いと思うので、こういう感じとか ね、この屋根の下、そうそうそう、ちょっとこんな感じとか、うん、ね、すごくそれが可愛いです、うん、モルタルの塗り忘れじゃないけどさ、うん、そういうのもあるんで、うん、ね、でもそこがまた味が出てて可愛い、使ってるな、使いこなしてるなっていうような味が出てていいなって自分では思います、うん、はい、はい、で、セットに入る苗は、うん、中サイズのエケベリアが12個、うん、それからミニ苗が1セット、ミニ苗が1セット、そうで、特典で、はい、札付き苗が2つつきます、はい、で、一応お買い物マラソンだけ限定でビンゴカード付けさせてもらってたんだけど、ビンゴカードが、うん、そうだよね、ビンゴカード入るセットだったよね、うん、株山じゃなくて、うん、株山あれ岡持ちだよね、岡持ちのビンゴカード付けさせてもらってたんだ、うん、ちょっとまだもう少し期間限定延長しましたので、うん、ぜひぜひ、じゃあ今からでも大丈夫です、岡持ち合言葉で、おう、はい、ビンゴカード、ビンゴ大会結構参加したことないっていう方もたくさんいらっしゃるので、うん、ぜひぜひ参加してみてください、はい、4色コンプリートでご購入いただいた方もたくさんいらっしゃいます。もうさ、コメント欄っていうかさ、うん、チャット欄見てるとさ、うん、みんな結構楽しんでくれてそう、でも全員に当たりをあげたいんだと思うんだけど、そういうわけにはいかないけどさ、うん、そのビンゴ大会をやってるうちに全員に順番が回ればいいなと思ってます、うん、ね、本当。でも結構1回の当選で、うん、1回のビンゴ当選で20通ぐらい発送させてもらってるので、うん、当たればね、うん、結構いいと思う、まあ、全然普通の宝くじとかより全然いいよね。もう2回当たってる方もいらっしゃるから、ね、あ、そうだよね、そう、すごいなと思って、うん、だからぜ、ね、ぜひぜひ、結構確率の高いビンゴ大会なので、うん、でまたその時の気分で、うん、
当然人数増やしたりしちゃうから、うん、そうだね、で発想は2代目だからね、うん、そう、そんな感じで中サイズのエケベリアは今こんな感じです。今こっちがちょっと大きめのサイズのもの、こっちはちょっと小ぶりのサイズのもの、こっちが大きい中サイズね、うん、中の台だ、そう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 、で半々ぐらいで入れさせていただいてます。これすごい可愛いんだけど、何これ、すごいねこれ、うん、色もいいし形もすごい、ハガソリカチですごい ね、この間販売させてもらったフェロモンにちょっとだけ似てる、うん、フェロモンもっと白かったけどね、うん、こんなのとか、今これランダムにトレー持ってきたんだけど、色白の人とかね、こんな感じのとか、こんなのもいるんだね、もっこもこ、うん、でこれ6個全部この大きいの入れちゃうと寄せ植えするのにすごく大変なので、うん、こういうサイズとちょっと小ぶりの寄せ植え用のサイズ、これを入れさせてもらってます。これなんか1個ですごい超にぎやかになっちゃうじゃん、ね、こういうのはもうバラして使ってもらってもいいと思います。もし入った場合ね、うん、こんな感じの苗を入れさせていただいてます。だから6個6個っていう感じかな、うん、これで実際に寄せ植えした時に中サイズのエケベリア3個とミニ苗が確か7個だったのかな、うん、使ってやってみました、うん、ただ中サイズでも小ぶりのものとか、あとこの群生のとかを外して使えば結構ミニ苗みたいな感じで使えるし、うん、ねえ、ほらこういうのも双子ちゃんとかもパカンって外してもらえれば、うん、隙間にねうまいこと入る、うん、ねえ、でこういうのが12個と、全部で両方合わせて12個と、うん、あとミニ苗、今現状ミニ苗こんな感じです。ちょっと紅葉は冷めてきちゃったんだけど、うん、赤かったり、うん、ピンクだったり黄色だったり、まだ全然色鮮やかです、うん、めっちゃ可愛いんだけど、あ、コブがある、コブちゃんがいる、本当だこっちもコブちゃんか、コブちゃんはやめて、うん、こっちもコブちゃんだほら、うん、ね、うん、コブちゃん、で赤ボケっていうかエボニー系とかもいるし、今日自分の寄せ植えも外にみんな出して、これさ、こうやって君に入れてるじゃん、うん、たまにさ、赤子系でさ、うん、これちょっとマジで育てて、でっかくなったらどんな顔になるのかなって、うん、ちょっと本気で育ててみたいなっていうのがいくつかある、ね、これだってほら、同じ赤子系でも全然種類が違う、うん、なんか前に全部赤子でエゴニー系で寄せ植えしていただいた方がいて、うん、かっこよかった、うん、ね、すごいでみんなツンツンしてね、そう、なんかもう本当にパイナップルじゃないけどツンツンして、すごいちょっと真似したいなと思ったんで、うん、そんなミニ苗が1セット1セットは9苗と保証苗を1個入れて10苗で送らせてもらってます、うん、はい、保証苗って、傷んでしまった時の交換の保証苗っていうことで、それで1つ傷んでた場合は交換っていう形でやらせてもらってます、うん、2つ以上の場合は連絡いただいて交換っていう形になっちゃうので、うん、そういう時はお問い合わせフォームから連絡お願いします。はい、でこれの他に、うん、ちょっとランダムで出したね、うん、2つ機内が2つつきます、うん、ね、てかめちゃくちゃお得なセットなんで、鉢だけで単品で販売すると結構値段がいっちゃいます、ね、あ、まあそう高いよねこれ絶対ね、セット販売なので、あのここまで値段を下げられるんだけど、うん、通常だと鉢だけだとすごくお高いないです、うん、あんな鉢です、うん、なのでぜひぜひお買い得にご購入してみてください、うん、はい、植えた感じもすごくこのスクエア型ってやりやすいです、やりやすいんだよね、すごいやりやすい、なんか、まあ、言い方悪いけど上手に植えなくても上手に見えちゃう、そう、あのなんかさ、丸ってこうトップを作って周りをきれいに盛らなくちゃなんだけど、うん、自分はね、うん、この横長のがすごく好きで、うん、こっちの面とこっちの面を作ればいいんだよ、うん、前と後ろ、うん、そうそう、前と後ろ斜めに2列に持ってあげればいいから、うん、そこまでね、バランスを気にせずに綺麗にできちゃう、うん、土だけ綺麗に持ってあげれば、これはね、こういう四角い鉢にリトープスをすごく並べるのが好きでさ、ね、これにリトープスやってみる、あー、いいじゃん、でリトープスも、うん、今こんな感じでちょっとガサゴソって持っちゃったんだけどめっちゃこれ植えたら可愛いけどちょっと気持ち悪いかな、大きさが違えば平気かな、うん、あ、これでもさ、ぎっしり植えたら可愛くない、うん、可愛い、赤いのこれトップレッド？トップレッドだと思う。かわいいね。赤だったり緑だったり。うん、2号鉢で1セットで今大きいので大きさが十分大丈夫です。うん、ニスの鉢6センチポットでね、うん。2セット買うと多分 2.5 号とかでいけちゃうんじゃないかな。あ、そういえばさ、うん、リトープスの育て方教えてくださいなんてコメント結構前にあったから、また後で、うん、やろうよ、うんうんね。意外と
需要ないかなと思うけど、でも分かんないと分かんないもんね。そう、今ミニリトのセットもこんな感じで販売させてもらってるので、概要欄に今日貼っておきます、うん、ミニリトのセットは、15頭で1セットでも保証がつくので、実際には20頭、庫内の保証内がつくので、うん、20頭で1セットで販売させていただいてます、うん、あのもうミニじゃないんだよ、サイズが全然大きいのとかも入ってるんだけど、ね、まあ、ランダムにね、カラフルにマダマとかもいる。ほら、これ最初さ、うん、すごい植物だなと思われた、マダマ見た時た写真とかで見て、うん、本当にこんな植物あるんって思った。でもさ、あのちょうど開いてきた時、ちょうどあの写真みたいな形になるんだよね、うん、2頭のもいる。本当だね、ピントがうまい。あ、ごめんね、2頭アルビニカみたいな黄色ビモンダマ、ダマだね多分、すごい。こう見てるとさ、いろんな紫があったりとかさ、うん、これは紫だ、ほら紫リフジンみたいな、うん、ね、クライギョクかな、クライギョク、うん、あのリフジン模様がちょっとそこまで細かく見えなかった。一つの色でも、うん、なんだろうな、これはかわいい、これなんだっけ、霊光玉、霊光玉、この血走ったような血管みたいな、ちょっと待って、 あったドロ、ね、ドロテアイだね、うん、血管みたいなのが超かわいい、うん、あの名前とか分かんなくてもリトープスってこの柄、うん、脱皮した時に綺麗な柄が出てくるじゃん。でもさ、でもね、うん、まあ俺だったらこれを育ててみて大きくなって柄がはっきりした時調べるよ、ね、ネットを見てその柄にちょっと特徴があるから、ね、柄で見た時ちょっと感動しそうだなって、ね、ふと思っちゃった ね。結構激レア内も入ってんだよ、この中見てみると、うん、でもランダムでババって入れさせてもらってるから、うん、あのね、どういうのが入るっていうのはあれなんだけど、うん、ただ色味はみんなばらつきがあるように、赤だけが入んないように緑が入ってたりとか、うん、黄緑っぽかったりとか、うん、赤っぽかったり、でも赤でも赤系とか茶色系とか、うん、ね、色味がちょっとずつ違うので、うん、あと柄、うん、結構初めて育てられる方はこの柄にちょっと注目しないで色だけで識別しちゃうと思うんだけど、うん、柄がどんどん違って出てくるよね、うん、そう、あの1年2年育てると、まあ、これなんかももうでかいやつはすよくわかると思うんだけど、うん、大きくなってくるとすごく品種ごとの柄っていうかが見分けがつくぐらいのこんな感じ、ね、なってくるんで、うん、ね、こういう風に差が出てくるから、うん、その差が出てきた時がまた面白い、面白いよね。でも自分の中でやっぱ好きなのオリーブ玉かな、わ、うん、かる、うん、いや、あの芋でできたハンコみたいなあれがすごい好き、うん、ね、だからこんなセットも販売させていただいてます、うん、で、どうしようかな、今ね、ミニナイが超結構可愛いから、うん、ミニナイとチューベリア、うん、今日からちょっと何日間かだけ、うん、タイムセールします。タイムセールっていうか値段じゃなくて、うん、あの何個プラスをまたやります、はい、どうしようかな、とりあえず、うん、8個のセットは2個プラスにしようかな、うん、2個ずつプラスにします、はい、全体的に均一にプラスにしていきます、はい、とりあえず概要欄にみんな貼っておきます、うん、そのプラスされる個数をね、うん、で一応タイトルに何月、うん、何日からな、何月何日までっていう風に書いてあって、うん、期間限定プラス何苗とか書いてあるので、そのタイトルがついてる期間が有効となります、はい、タイトルが消えちゃって多分例えばランキングとかに載ってしまうとランキング載ってその期間が終了してもう次の日ランキング載ってるからその期間中、うん、と表示されちゃうんだよね、うん、だけど中に入り込んでもらうとタイトル変わってると思うので必ず中でご確認お願いします。はい、うん、とりあえず何日かやるので今日からミニナイはどうする、ミニナイはどうする、俺が決めていい、何そうだ、ミニナイとミニリトのセットも結構好評だったので、うん、これから春から初めて育てられる方、うん、暖かくなってきたので郵送ももう全然どこの地域もね平気になってくると思うので、だからいつもね、お買い物マラソンとかで、うん、ミニナイとミニリトのセットの販売をしているので今回いい時期なので初心者さんでも育てやすいと思うんだこの辺って、うん、で楽しめると思うのでミニナイとミニリトのセット販売をさせていただきます。いつもはね、お買い物マラソンとかスーパーセールでしかしないんだけど、もう時期がいいので育てるのには本当いい時期なので、ぜひぜひ。まだ動画しか見たことなくて買ったことないっていう方も
ぜひ購入してみてください、うん、はい、用途ももちろんね、販売しているので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はそんな感じかな。苗が可愛くなってきたからさ、はい、うん、あの昼間あったかいんだけど、うん、今夜も全部巻き上げ上げてる状態だから、うん、寒いんだよ夜、うん、結構冷えろん。で2代目なんか朝すっごい早く来て未消とかしてるから、荒廃してるから、うん、あのストーブ自分でつけるって言ってたもん、朝寒くて、うん、それぐらい寒いですまだ。だから色がすごい綺麗になってる。はい、ねえ、ね、ちょっとさ質問なんだけどさ、うん、クマさんから、クマ、うん、さん、うん、この間いたね、コーナーではありがとうございました。何度もカンテの質問で申し訳ないです、うん、少し焦がしてしまったけど元気なのでこのまま育てますと言ったのに、先ほどカンテを見ると葉っぱが見割れして、うん、葉っぱの付け根の茎も一緒に見割れしているような状態です、うん、そこから腐っていくのでしょうか。すぐにでもカットした方がいいのですか。見割れしてた、すみません、うん、水吸ってないんでしょう。でも、うん、ちょっと見せてください、ね、あのダイレクトメールに、うん、あのインスタグラムのねダイレクトメールに写真を送ってください、うん、なんで見割れしたんだろうね。水吸って見割れってするけど、うん、早く、分かった、かやけして、あのね皮が、分かった分かった、うん、なったこの間、うん、皮がここが火膨れみたいに膨れるんだよね、うん、皮の一枚表面が、うん、それが乾燥してきてパカンって割れたんだと思う、うん、だから焼けたとこじゃないかな。でも一応見せてください、うん、あの自分の苗もこの間、うん、2匹の苗をポンって置いといたら焼けちゃって表面だけ火膨れになっちゃって、うん、でその表面が今日見たら乾いてパカンって割れてたんだよね、うん、そういう状態じゃないかな。そうなんかね、うん、水は吸わなきゃ見割れは多分しないと思うから、はい、火傷して水膨れが破裂したみたいな感じだと思います、うん、見せてくださいぜひ。そうだね、うん、はい、あとさもう一つさ、ちょうど昨日多分カンテのことやったからだと思うんだけど、うん、カンテ様根っこが何本か、野坂花子さん、うん、こんばんは。カンテ様根っこが何本か出てきたので少し大きめの鉢に植えてあげました。この後どのように管理したら良いのでしょうか。水はどのくらいのでやれば良いですか。また教えてください、よろしくお願いします。アフターグローはまだですね、うん、そうそう、要は昨日さ根が出てきたって話をして、うんうん、そこからどんな風にすればいいかっていうのをそういえば言ってなかったなと思って、まだね、うん、まだあのままにしておきます、うん、もう少しボーボーに生えてくるまであえて植え付けません、うんうん、あの今多分いい状態で猫があれだけ出てきてくれたので、うん、ちゃんとね同じように水やりができればいいけど、ちょっとまだ心配なのでもう少し入るまで待ちます、うん、じゃあもし植えちゃった場合にはどんな感じで育てれば、うん、湿度がある程度保てるようにしてあげないと根が枯れちゃうので、うんうん、保てるように。ただね、ちょっとここの部分が蒸れやすかったりするからそれが心配なので、うん、皆さんがよく夏に弱いって言ってるように蒸れに弱いと思うんで、うん、もう少しあの状態で待ってあげた方がいいと思います、うん、だいたい根がこれぐらい伸びたら5センチぐらい伸びたら用土に植えます、うん、はい、わかりました、ね、まあ、またそれその後、うん、こんなぐらいで水あげた方がいいっていうのは、うん、で、鑑定は、うん、とりあえず空の鉢に1個移動して、アフターグローが根が出てなかったから、うん、アフターグローを水苔の中に入れてみました、うん、で空の鉢に移動した時と水苔のままでちょっと差を見たかったので、うん、ちょっとやってます。はい、はい、じゃあまた今後よろしくお願いします、はいはい、お願いします、はいはい、じゃあそんなところで、はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。